ゆかちゃんです。今日のカフェでゆか始まりました。あれちょっと離れといて家帰ったら母しょうもてる。家は家とここは子です。やらしいね、もうこの女やらしい。あれやろ、覚悟はしていてたやろ、俺の家来えへんかって言った時に。そうなんパンツは一応気をつけて言ってたよ。いやでも確かにやっぱ全然気をつけて、その気いくやろ。ブラジャーのブラジャーのパンツは一応揃えて、いやいや揃っとった、揃ってたやろ。絶対揃えて、いや覚えてないで、男なんか揃えてましたよって言ってるけど、男なんかそんなこと絶対覚えてないって。いや初めて、いやちょっと覚えてると見るタイプ、パンツ見るタイプだ、パンツちゃんと見るタイプ。すごいね、もうあのベロの下のタイソンって言われるやつやね。なんかここでサイクロンができるやん。サイクロン方式のベロやろ。サイクロン方式やめっちゃ吸引力が衰えませんっていう。ここかと思えばまたまた街の旧駅の人で、最後にもうどこも切りかかり、ママスポットライトからのお帰りです。ただいまピンクレディです。ちょいとお店になれない、しぎわこちらではいちごさんとあくびさんがノリノリでございます。18の少女ってなかなかおらんですよ。おらん、私いますよ。えマジで、私42歳まで少女やったから。まあそれは40歳まで少女やった。17歳まで童貞や。17歳まで童貞で、40歳までが少女。二度おいしい。朝起きた時にエッチできる。できるタイプ。朝起きた時にエッチできるタイプ。できる。朝の方がいいって言いますけどね。マジ？あ、違う。いや、私ダメですよ。あ、違う。朝あかん。朝あかん。歯磨かなあかん。ああ。もう半額前にできるの。もうだって朝一のっきってなってるんだよ。できるないぐらい。わし歯磨かなかったらチューする。ちょっと耳舐めんといてや、髪の毛濡れるからって言うやろ。じゃあ耳はやめてもそれあります。首から上はもうここだけにする。あかんばい。そっから上は耳はあかんばい。そっから上はちょめちょめ言ってたら、今から仕事せ、仕事ばい、仕事せやろ。耳あかんやろ。あんた休みかもしれんばって言うんですよ。でも自分消防署やけん、月日休みやなって。あんた朝から休みやばって、女の顔から上は汚したらあかんばい。わかっ、ここだけにしてやる。下はすきにして、私の可愛い人モンスター目を覚ますのよ。モンスターさあお前の出番なのよ。モンスター満月だな。浮気しました。な、家に連れて帰ってきた、俺こいつのこと好きやねん、俺と別れてくれって言われた時に、男の人連れてこられるんか、女の人連れてこられるんか、どっちがショック。それ私の方がショックでしょ。本当に俺こいつのこと好きやねん。え、前生まれたことだろ。ショックでしょ。こんな連れてこられたら、もう許せる。やっぱしゃあないなと思って。マジはちゃんとして。俺これこっち好きやねん。男連れてこられた。女の方がショック。え、そうですか。同じベクトルですよ。同じ土俵に立ってるやつに負けるんですよ。だけど、ベクトル違うじゃないですか、もう性別が違って。男連れてこられたら、あ、しゃあないか。しゃあないよ。ある意味しゃあない。しゃあないか。勝ち目はないや。そうそう。あんたなんで怒る理由は何なんて話じゃない。男の性癖が違ったから。男は好きやねんって言われたら怒れると。なんかもう触れずに、あ、そうなんだ、あ、分かったみたいな。これ分かる。はい、次は UFO でございます。 UFO台本合わせて見つめるだけで、なんだって
それはあるかもしれない。私